코이나 하나스 나조디가스. ところでこれから始まる会話は実は10年前に録音している音源なんです。だから字幕には10年を足してあるのでご理解のほどよろしく。そこで今日は大河原町に住む大浦俊明さんのおらいの家さ来ていただいたわけです。大浦さん、おばんなりした。はい、おばんでございます。大浦さんはあのビデオの撮影のプロとしても活躍してて、数々のコンクールに受賞してっちゃね。はい。その中の一つに、うん、白石の仇討ちの物語の話あったっちゃね。ありますね。なんつうタイトル。宮城の忍仇討ち物語ですね。それはしゃ、宮城県のコンクールでグランプリ受賞したんですか。そうですね、最優秀になって。うん。で、全国大会されて。全国大会で入選しました。あ、そうですか。はい。ということで、今日はしゃ、その白石の仇討ちの物語、ちょっと面白いんで、はい、一つそのお話を伺いたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、わかりました。それは、伊豆の頃の話なのしゃ ?1636 年ですね、西暦。はい。年号で言うと。寛永13年ですね。ということは、はい、374年ぐらい前の話なんですね。ああ、ほすか。ということは、はい、じゃあ、その頃の白石の城主というと、片倉小十郎ですね。はい。片倉小十郎も、はい、物語の中に登場するわけですか。はい。はい、楽しみです。ということで、ちょっとじゃあ、その、宮城野と忍の姉妹の物語ね。そうですね。はい。ということで、その仇討ちの物語、始まり始まり、はい。じゃあそのじゃあ場所っていうのはどこなのじゃ。新幹線の白石蔵王駅ありますね、うん、はいはい。でそこから東の方に500メートルぐらい行ったところです。ということは大浦さんの生まれたところのすぐ近くでね。そうですね。ああ、ね、じゃあ一言でねえんだ。もうやるこん時ね、その場所に行って年中あの遊んでたんです。あ、子供会なんかもやるときそこに行って集まっていたんですね。何か言われに関する何かこう、ね、場所の中に何かあるんですか。今ね、あのそこにあのお堂が建ってまして、で山の小高い上なんですけどもね、うんうん、で石段でずーっと登っていくんですけども、そのお堂の下の方に8枚の小さな田んぼがあるんですね。で地元ではね、8枚だなんて立派なこと言わないで、はずめだっつってんだけどね。いやね、この辺じゃそういうね。はい。その、はずまいだのところが、その、物語のスタートになるわけですか。そういうわけですね。はい。ということで、ちょっと、じゃあ、説明すけねべが。はい。で、374年ほど前のある夏のことだったんだね。そこに、今でいう農業のね、している与太郎という者がおって、16歳になる、で、姉妹が一緒に田の草取りしてたんだね。うん。そこにね、片倉家の家臣で、志賀団七という武士がいたんだね。はい。で、この人は、殿様の代参としてね、代わりとして八幡神社に参拝しに行ったんだね。で、その参拝の帰りに、その弾め田の前を通りかかったんだってね。ほ、うん、で、この親子はね、鼻歌、小歌を歌いながらね、楽しそうにこう、タノクサを取ってて、それで、取ったタノクサを、道路の方に捨てたんだっちゃね。ああ、ポイッとぶん投げたわけだ。そうですね、何気なくにね。はい。そしたら、その、志賀団七の体にそれが当たってしまったんだね。あらららら。ええー。で、怒り出したわけだ。怒り出したわけだね。はい、で、志賀団七ってのはもう、めっぽう短気な男でね。ですげえ怒り出すというふうなこと、無礼者、百姓の分際で何事だっていうふうなことでね。はい。で、怒り出してね、今度、いかにもこの刀の塚にね、手をかけて、いかにも抜くぞというふうな素振りになったわけだね。ほんで、与太郎はね、慌てて今度、娘と一緒にこう土下座してね、ごめんしてきない、ごめんしてきないと。はい、で、近くにね、50メートルぐらい行ったところに、膝折り橋って未だに橋あるんだけどね。はい、で、そこで膝を折って、うん、ごめんしてきないと謝ったんだね。そこから来てるわけね。そうなんだね。うん、で、いや、ほら、何本謝ったって勘弁ならぬと、はい、いうふうなことで、謝ってるその土下座してるところの肩先に志賀団七が切りつけたんだね、はい、で真っ赤な血で染まってね、うん、で娘二人はもう今度びっくりしてはね、でひえーっともう百姓与太郎がのけぞって倒れてしまったんだね今度ね、うん、で、娘二人が
あの、団七が今度娘も殺そう思って追いかけてきたんだね。うん、で、どこをどう逃げたかわかんないうちに、やがてあの、田んぼの縁とかそういうふうなとこ通って、今あの、一本杉っていうふうな杉の木が、大きな杉の木があるんです。はい。てっぺんの方、影、あの、枯れがかってるんだけどね。うん、で、祠みたいな小さいのがあって、その中にね、人魚子みたいなのがね、瀬戸の人魚子みたいなのが二つ入ってるんです。はい。で、なんだべなーと思ってね、いたずらしたんだけど。二つってことは、姉妹のね。はあ、人魚なわけね。そうなんです。で、それ、そこに逃げ延びてね、で、団七がやっと追ってこなくなったというふうなことで、そこで命からがら命拾いしたんだわね。うん、あの、今度お母さんがいたんだけども、お母さんもちょっと病気がちで、床に伏せてたような状態でね、うん、その話を聞いてあまりのショックにね、うん、で、亡くなってしまったんでしょうね。ほんと、身寄りも今度誰もいなくなってしまったと、うん、いうふうなことで、やっぱりこれはもう、どっかに頼っていかなくちゃならないというふうなことで、福島県の、あの、おばさんがいだったのね、はい。で、そっちの方頼って行ったんだけども、やっぱりこのおばさんもあんまり裕福な方でなかったんだね。おばさんに、あの、あんまり悪いからっていうようなことで、今度福島市の方に、町の方に出かけてって、そこで仇を討つために、その、誰か強い武士のところに、弟子入りしたいというふうなことを思ったんだよね。うん、当然、仇討ちを考えてね。仇討ちをね。うん、で、そのために、旅籠に行ったりして聞いてるうちに、やがてあの、由井正雪っていう、すごいあの、武術のね、使い手がいると。うん、はあ、だって東京にいるんだよね、由井正雪は。そうだね。だから、東京まで行ったってことなんですか、そっから東京に行ったんですね。そうだね。由井正雪らもう門下生がもう、かなりの数がいてね。うんうん。武術の世界ではもう、ああ、すごい日の出の勢いだったね。勢力がもう、お手けにいないってね。うんでそこを訪ねてって、で、訳を話してね、なんとかこういうふうな形を打ちたいんだというふうなことで、話して、うん、で、由井正雪もその話にね、うん、なんと大した娘だなというふうな登場してね、で入門を許すと、はい、ところがあの男張りなんだよね。だからね、武術を習うなんていうのはね。で由井正雪の自分の自宅に連れてってね、うん、で、下働きさせて、で、奥さんに、こういうふうなわけだから、なんとか面倒見てきろよ、というようなことで、うん、いろんなこと、この、教えていただいもらいながらね。礼儀作法も一緒になるためだ。そうだよね。で化粧の仕方から何からいろいろなこと習って、うん、女としての人通りのね、うん、ものを取り揃えて、やがては綺麗な娘になっていくそうなんだけどね。うん、そしたら、色恋も出てくんでねの。そうなんだよね。だからね、そういうふうなご法度と、うん。で、絶対近づいてはならぬと。あ、仇討ちをね、成就するまでは、そう。男なんかは寄せつけてダメだと。そういうわけでね。ということで、どういうことをやったわけですか、由井正雪は。ね、それで、自分の膝元に置いてね、うん、剣術を仕込んで、うん、敵を撃てるようにしてやろうと。はい、はい。いうふうなことで、由井正雪は随分力入れたんだね。うん。で、姉妹は天にも昇る心地でその話を聞いてね、うん、やっとそういうふうなところに巡り合いだと、うん。いうふうなことでね、正雪はもう朝晩手を取るようにしてね、で、姉の宮城野には鎖鎌と手裏剣を教えたんだね。はぁ、ね。はい。妹の忍には、なぎなたを教えたんだね。で、宮城野と忍っていうふうな名前に、こう、初めてね、なるんだけども、ここでね、本当は、忍と宮城野ではないわけね。本名は違うんだね。違うのね。で、宮城野忍の宮城野は、本名は町っていうんだね、姉の方はね。はい、で、妹の忍は、おそのっていうから。おその。で、稽古してね、うん、その、あたうちをするんだっていう、その、心意気が違うもんだから、めきめきと上達していくんだってね。はいはい。1、2年経過した頃にはね、立派なもう腕前に上げていったと。うん、で、それに小説の妻の仕込みでね、諸芸万端、十分に備わった上に、うん、都の水で磨かれて美しい娘になったと、うん、いうことなんでね。で、ある日、小説は姉妹2人に向かってね、お前たちの腕はもう非常に上達が早いと。うんで、もう少し修行すれば、どこへ出しても恥ずかしくない、達者な腕前になることは疑えないと。うん、で、このようにして、でやがてこの5年の修行によって、今度は、兄弟子なんかと試合をしてもね、もう負けないくらいに強くなっていくんだっちゃね。団七っていうのは、そもそも腕すごいのすか？すごい、
剣豪なんですよね。じゃあその大市長を、ね、倒すためには半端な修行じゃなかったんだね。ほて一刻も早く郷里に帰ってね、仇討ちを願い出て立派な父の恨みを晴らすがよいというふうなことでね、宮城野にはね秘蔵の鎖鎌と手裏剣、で忍ぶには白鞘の薙刀一繰りを選別として与えたんだっちゃね。そしてその白石に向かうわけだ、ね、そうですね、はい、で帰ってきて今度はやっぱり願い出なくちゃねえんだねこれね。あ、そっか、白石には帰ってきたものの、むやみやたらに仇討ちは、勝手にはできねえんだ。勝手にやるとやっぱ殺人じゃねえなんてね、人殺しになるなんてね。はいはい。抗議の、認められて初めてこの法律的にも許されて、仇討ちと。じゃあ抗議って言ったら、エイトでしょ。そうですね。ね、だからそっちまで申し出るわけ。順番があって、うん、で、まず片倉家に申し出て、はい、で片倉家から伊達家に行って、伊達家から、江戸に行って幕府にその許可がいるわけだよね。これも簡単でねえんだね。簡単でねえんだね、ところがやっぱりどうなったのしゃ、その幕府のやがて許可が出てね、ということはもう、ね、幕府のお墨付きいただいたならもう、半分達成したようなもんだわね。だよ ね伊達家から徳川幕府にまで知り渡ってね、で仇討ちだというのでもう白石は言うに及ばずね、金剛金財大変な評判になるんだってね。ほんで、白石川の河原にね、ちょうど国道4号線のあたりの近くなんだってね、その河原にね、はいはい、で、4面のね、滝洗いを作り、はいはい、よく時代劇なんか見る出てくってね、竹で編んだようなね。もうなんつうんだ、ここから入らんねえように、ね。そうそうそう、柵だね、柵を設けられたわけだ。だからもう何千人と集まってきたもんだから、それに中に入られねえようにね。で、片倉、小十郎はね、家臣の74名をね、従えてね、で、300名の足軽どもも、厳重にその司法を固めたんですよね。警備に当たらせたわけ。はい。300人したらおとけでねっちゃね、今の。まあ、前からね、片倉家から志賀男子に対してね、相手は女のことだから、男子の兄弟一門も、絶対にもう、助太刀しちゃはダメだと。あ、じゃあ、宮城の年信には、助太刀はいるわけですか？いるんだね。で、団七は助太刀はダメだと。ダメだと。並んだと。で、どういう人が助太刀に来たのしゃ？もちろん優勝せずのね、3人お供でついてきたんだね。その兄弟子の、やっぱ剣豪使い手が3人送ってきたんだっちゃね。仇討ちを果たさない前に死んでしまったら、おどけてに大変なことだね。その途中だって物騒だからね、女2人だったらね。男子の方には助太刀は認められないということはもう幕府側でも伊達家側でも片倉家側でも、もう仇討ちをさせてやりたいというふうにこうもう気持ちがそっちにいってるっていうことだね。で片倉家からもね、3人が助太刀苦しからずと。で志賀男子はその時ね、31歳の男盛りなんでっちゃね、馬力もあるしね、でも、女だから甘く見てるとこはあったんだべか。あったんだけども、ただ、だけどもやっぱり自分もおっかなかったんだっちゃね。その、羽織袴の下にね、鎖片びらつって切られても、大丈夫なように。忍者がよくやるやつですね。ということは、やっぱり万が一のこと考えたんだね。考えたんだってね。こいつ見つけらってね、警察だったんだってね。ああ。ほんで見つけらって、それで脱がせらって。ほんで、もうおどけてね、その見物に来てた人らは、もうみんな、わあ、ごぴえもねえなんて、もう笑ったっつったね。初めの上塗りだ。そう。ほんで、妹のね、忍が、なぎなたを携えてね、その前にもちろん、どんどんとあいつの太鼓が鳴り響いたんだってね。河川敷に。そう。はい。一番にその忍がなぎなたを携えてね、つかつかっと進み出て、珍しいや団七殿、5年前の御身の刃にかかって、非業の最後を遂げた、与太郎の娘なり、ことの起こりは自分から出たこと、順調にお相手つかまつるべし、はい、と呼びかけたんですね。団七はそれを見て、藤吉の相手は至って張り合いなしと、姉妹一緒に、打ちかかれ、と豪語するのを聞いてね、忍はにっこり微笑み、ご自慢は追ってのこと、いざ、勝負され、と、なぎなたを水車のように振るってね、打ちかかっていったんですね。
で、団七は心得たりと、二尺五寸の大刀をね、鞘を払い、で、いろんなあらゆる限りの自分の武術のね、尽くして応戦したんだね。で、団七はさすがに剣道の達人なんだっちゃね。はい。で、忍の打ち込むラギナタをことともせずにね、切り込んで、切り結んでいったんだね。はい。受けで受けでもう、で、見物には一斉にね、固唾を飲んで、心には忍の勝利を祈ってたんだね、みんなしてね、もうね。だからね、まあこれもおかしな話だけどね。方眼美術の明からね。そうだよね、うん。双方激しくね、切り合いをして、体にね、二、三箇所ずつ傷を受けたんだっちゃね。忍がね。はい。で、ね、休憩の太鼓が、どんどんと鳴り渡ってね。で、足軽六人が棒を持って真ん中に分け入って、双方に引き分けて、で、お薬を分けてね。それから。なんつうんだ、休憩あるんだ。うん、そうね。あのうちにも。次にもう、で、一応休憩終わって、二番太鼓が鳴ってね。はい。で、鎖釜を持って現れたのは、姉の宮城野なんだね。で、男子は鷹が小娘の痩せ腕と、穴を取っていたんだね。ところが、忍の腕前に、ね、今度内心、恐れを抱いていったそうなんだね。あ、で、今度は最初から気持ちを引き締めてね、真剣になっていったんだじゃね、今度ね。本当のだけだ、うん。そうなんだね。で、宮城野は鎖釜の奮闘をね、打ち振ってぐるぐる回したりしてね。はい、で、男子の構えてる大刀を鎖釜でね、掴み取ろうとね、隙を狙っていたんだってね。で、さすがの男子もね、そこから構えているんだけども、切り込もうとして踏み出すことがなかなかできなかった。で、その間にもう宮城野はもう、口に針を含んでね、で、雨のようにその男子の顔面めがけて吹きつけたと。はい。で、男子はまさかそんなの飛んでくるとは思わなかったから、で、面食らってこのままではどうにもならないと。いうふうなことで、気合もろとも、電光石火の速さでさーっと切り込んできたんだね。で、宮城野は身を開いて、激しい大刀の先を避けて、勇気を振るって戦って、その吹き出した12本の針が、男七の両方の目に突き刺さったんだってね。あら、ね、で飛び込むだ。ね、男七はまさかと思ってたもんだから、もうしまったと思ったんだけど、もう後の祭りなんだっちゃうね、はい。で、もはやこれまでと思ったのが、それこそ、もう大刀を振るって切り込んできた宮城野に対してね、捨て身の覚悟で、その宮城野も奮闘を振るった、その鎖釜の奮闘が男七の右手にぐるぐるっと巻きついたんだね。もう。牛のようにうなってその鎖を離そうとしたんだっちゃね、その巻きついた腕をね。ところが、なかなかどっこいその一回巻きついた鎖っていうのは外れないんだね、今度ね。ああ、そうですか。その間に宮城野はね、忍が早く早くと、妹を呼んだんだね。忍は薙刀を携えて走り寄ってきてね、燃えてる男子の右手をバッサリね、物の右元に切り落としたんだね。はい。で、ばったりとその場に倒れたんだっちゃね。うん、で、宮城野は倒れる男子を見て、父の仇の死が男子、今ぞ思い知ったかと血を吐くように叫んで書き切ったんだっちゃね、今度ね。はい、で、その様を眺めていた観衆は、パレなりしまい、観光喝采の響きをしばらく鳴り止まなかったと、いうことなんだね。で、しまいは本望を達成して、しばらくは気の抜けたような様子だったんだっちゃね。達成感というやつか。で、なんと思ったか、しまいともに、今度はその場で自害しようとしたんだね。で、今度役人はね、驚いて駆け寄ってきてこれを止めたんだね。うん、で、しまいの言うにはね、たとえ親の仇とは言いながらね、百姓の分際として立派なお侍様を手にかけたのは申し訳のないことと、うん、この時代のことだからね。で、娘心を語るのでね、役人は心遣いはいらないと抗議のね、お許しを受けて本会を成し遂げたんだからね。で、誰に申し訳がいるものかと。うん、謝る必要はないと。ね、そうですね、うん、押しとどめたんだっちゃね。それで自害はとどまったんだけどもね。で、やっぱりその姉妹の気持ちはそれでやっぱり収まんないと、真面目だったんだっちゃね。あだうちとはいえ、やっぱりね。人はやめだと。うん、ね。で、その場でね、姉妹は黒髪をね、ぷっつりと断ち切ったんだっちゃね。あららら。
で、二度びっくりして役人がその脇を尋ねるとね、公儀の役人様方のおかげで父の仇をね、守備よく打ち果たしたんだけども、もはやこのようにね、望みのない私たちと、続縁を断ち、仏堂に入ってね、で、親方様の武運長久を祈り、二つには亡き父母の菩提を弔い、三つには団七殿の追善供養を行いたいと、いうことを申し出たんだっちゃね。役人たちはこれを聞いてね、感激感嘆したそうなんだね。女がこれだけのことを成し遂げるっていうことはね、並大抵じゃないからね。ほんでね、いろんなこの物語のね、話を片倉家に今度伝わってね、すべてあの、殿様も見てたからね。で、そこからその片倉家から今度、早馬を持って今度は青葉城の立藩公の方にね、今度話が入っていったんだっちゃね、伝わってて。で、藩主公は深く感銘したんだってね、今度ね。で、姉妹にね、今度、亡き父、与太郎の、あの、所有している田んぼ、十二国だそうなんだけども、十二国って何もとか調べてみっけで、十二国の上に、新しく今度、土地をね、200国を合わせて、ご褒美と、ご褒美っていうかね、下段だっちゃね。で、今度由緒説から命令されてね、継いでいったその三人の侍にもね、褒美が出たわけ。褒美だね。白銀50枚ずつ、白銀で50枚ってどのぐらいの合図になるんだかわかんないけどね。で、江戸表の由緒説にもね、白銀50枚をあげたんだっちゃね。で、今度、藩主公の使者として今度江戸に、赴くことになって、で、姉妹が見事に仇討ちを遂げたのは寛永17年、1640年3月だと伝えられてるんだね。で、その後の姉妹はどうなかったかと。どうなったかと。ね。はい、で、しばらく、亡き父母の母体を弔っていたんだけどもね、その後はいろんなところのね、霊場を巡礼して、で、最後に鎌倉の扇ヶ谷というふうなところの尼寺にね、念仏修行に入ったんだね。で、その間に剣術の恩師である由井正雪がね、謀反を起こしたというふうなこと、ね。由井正雪捕まれんだよね。この幕府のね、取り手がもうに、都営二重にね、取り囲まれて、もういい、もはやこれまれだというふうなことで、由井正雪も自害したんだわね、今度ね。ないですか。姉妹はね、んで、この話を聞いてね、今度、恩師の由井正雪の追善供養しようと、いうことになったんだね。ところでっしゃ、宮城の忍ぶの最後の最後ってどうなんのっしゃ、ね、再び鎌倉を立って、今度、駿府に入ってね、駿府だから静岡県だね、安倍川っていう風な川があるんだね。あれね。そこのたもとにね、弥勒寺っていう風な暗室を、立てたんだね、で、ここで生涯を送ったと言われてるんだね。姉の宮城野は64歳で亡くなってるんだね。はい、元禄2年の6月に亡くなってるね。で、妹の忍は62歳で亡くなってんだ。はい、ということで、はい、今日は大浦さんに、大浦さんのふるさと白石大高沢ですか、あの辺ね、はい、そうです、あの辺で、実際に起こった宮城の忍の仇討ち物語聞かせていただきました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ナジョデガスターではね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてまだ遊びさちてけさいんで、まずほんでまずおみょうなずー。